はい、皆さん、こんにちは。今日はマークの、最新並列機能、並列計算機能のご紹介というタイトルで、ウェビナーを、行います。2013.1 というバージョンで新しい OpenMP による並列の機能などが追加されてまして、まあ、これでざっと言いますと、マークの並列の機能といいますのは、従来からあった DDM による並列、マトリックスソルバーの並列、GPU による並列、OpenMP による並列、いろんな機能があります。今日はそこらを、総括して、大体どういうふうになっているのかというところを皆さんにご紹介するということを主たる目的にしております。まず、アジェンダですね。先ほど、申しましたように、各種の、並列機能ですね、これをご紹介しまして、あと実際これらを使った解析例というのも、ご紹介いたします。まず、マークプログラム、まあ、ほとんど今回はマークの、解析を、行ってらっしゃる方が多いかと思いますけれど、こういういろんな、ジャンルの線形性を解くための、プログラムですね。まあ、これいつもよくお見せしてますけど、接触ですとか、要素の、リアクティブですとか、いろんなものが絡んだもの。あと、ザック2ですとか、亀裂進展ですね。最新バージョンではこのように、3次元の、亀裂進展機能。これらも、グローバルリメッシングを使った亀裂進展の機能ですね。こういったものも含まれております。まあ、こういうように、解析がどん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 難しくなって複雑になってきて、なおかつ、解析の規模も、増大してくるというようなのが現在の CAE ではないかとは思われます。で、この中でやはり、1週間回さないと答えが出てこないというんじゃ、なかなか、設計の一部、設計の一部として CAE を組み込むということ自体が難しくなってくるということで、なんとか大規模の問題も早く解けないかということで、私どもの方でも、MSC の方でも、この HPC、ハイパフォーマンスコンピューティングという、技術に関しては、かなり力を入れて、おります。で、日本での、並列計算の歴史というのはもう、体感されましたけど、東大の矢川先生のグループですね、今吉村先生なんかが引き継いで、まだプロジェクトいろいろやってらっしゃいますけど、やはり矢川先生のグループが、日本で最初に、領域分割法による、有限予測法の並列化というものを、行ってまいりました。で、この矢川先生たちの研究を、マークプログラムの中に導入させていただいて、マークへの本格的な導入が始まったのが、90年代の、初めですね。ですので、もうそれから今、2014年ですので、もう20年も経っているというところで、マークの並列化の技術っていうのはかなり、成熟した技術であるということができると思います。で、基本的に、領域分割法による、並列計算、これはどういう仕組みになっているのかといいますと、今、お見せしてますように、左側に全体のメッシュがあります。これを、サブドメインですね、各、小領域に分割する。この場合は4つの、ドメインに分割してますね。で、この4つのドメインに分割して、各々のドメインの計算を別々の CPU、今ですと、まあ、別々のコアに計算をさせるというようなことを行います。で、当然、別々のコアで計算をさせますので、このブルーの接点ですね、これはドメイン境界接点というふうに呼んでますけど、この接点に関しては、もともと一つの接点だったやつを、これは並列計算の都合上、分割しているわけですので、ここの接点の、変異と力というのはちゃんと釣り合っていなきゃいけない。まあ、同じ値を出すような、変異場、これが正解の変異場なんですね。で、そこの、
ドメイン協会の、釣り合いを満たすために、反復法で収束させていくというのが元々の矢川先生たちがスタートされた領域分割法による、並列計算ですね、これの基本的な考え方です。でこの中で、いろんな形で当然そのドメイン協会の収束という問題がありますので、反復解放が入ってきます。そうするとそこで、いかに高速に、少ない数で反復できるのかというための、プリコンディショナーの開発とかそういったものがずっと研究されてきてまして、今でももちろんその研究は、続いております。で、実際の、解析のイメージですけれど、まあ、この場合、全体のモデルを別々の、これはちょっと古い絵なんで、ワークステーションの方に振り分けて、で、個々の、ワークステーションは MPI 通信を行って、反復計算を行う。もしくは、そのデータの、データ処理の、動機を取っていくというようなことを行います。で、初期の段階では、この、ドメイン協会の反復、フローチャートで見ますと、左側の絵ですね。2008年、マークのバージョンの2008、以前は必ずここに反復計算が入ってきました。で、この反復計算が入ることによるデメリットというのは、やはりないとは言い切れないですね。反復計算が入るということは、絶対に 100% 収束するという保証はないわけですね。非常にイルコンディションのマトリックスの場合には、これが収束できないというような場合があります。で、こういった場合を、想定して、いや、ここは、反復ソルバー、ドメイン協会の反復計算をせずに、右側の例ですね、合成マトリックスを解くという段階で、すべて直接法の、ソルバーで解いてあげようというようなことも、2010年以降はできるようにしております。まあこの方法によりますと、必ず直接法で解きますので、解を得ることができるという保証があるんですね。ただし、デメリットとしては、一つのプロセスが全体の合成マトリックスというのを組み上げて、それをマルチスレッディングで並列で直接法のソルバで解いていくという解き方をしますので、必要なメモリなどはかなり増大してしまう。そういうデメリットはあります。次にご紹介しますのは、OpenMP による要素合成、応力計算ルーチンの並列化ですね。ここの部分に関しまして、マルチスレッド機能というふうに呼んでますけれど、これは 2013.1 から入ったものですね。基本的には、合成マトリックスの作成並びに応力計算ですね。ここの部分を、並列計算。まあ、どちらかというと、昔で言います、シェアードメモリーパラレルと。まあ、コンパイラーの、パラレルオプションみたいなものですね。そういったもので、並列化をしていくということを行っています。で、まあ、この機能は DDM オプションと、併用することも可能です。まあ、特殊な解析で今、J インテグラルとかスーパーエレメントを使ったものとか、こういったものに関してはまだ、適用できないというようなリミテーションもありますけど、大半の機能に関しては、この機能は、適用することが、可能となっています。先ほど申しましたように、こういう今赤で出されているような部分ですね。応力を計算するとか、合成マトリックスを計算する。ここをターゲットにした並列ですね。で、このマルチスレッディングによる並列に関しましては、マークの DDM の並列オプションですね。このオプションと、
フィーチャーが共有されてますんで、例えば今まで DDM で、8並列の、DDM オプションを持っていたとすると、まあ極端に言いますと併用が可能ですんで、2並列の DDM にしといて、おのおののドメイン、これを、2スレッドで計算をするというようなところで、2DDM プラスの、4スレッド、トータルで、6並列オプションを使うというような使い方ができます。で、このマークのパラレル、オプション、今ここに下に表っぽいやつを書いておるんですけど、フィーチャー行でマークというフィーチャーは、これは、マークを、普通のマークを実行するための、オプションですね。で、マークのパラレルというような、オプションがありますので、このオプションで、DDM をやったり、マルチスレッティングをやったりすると。あと、もう一個 GPU ですね。この GPU を使って並列計算をしたいという場合は、このマークの GPU という、オプション、これを購入していただくということが必要になってきます。で、この、マルチ、スレッド、この時の、実行時のコマンドですけど、まあ、ここに赤でちょっと書いてますけど、マイナスの NTE というか、ことで、これを8スレッド使うんだと8というような形で、実行を、かけます。で、例えば一番、複雑なもの、まあ、一番、下の方に、あ、その一個上の方が、トルバー、8とトルバー11を使う場合の話ですけれど、ジョブ名に続いて、NTE の8、これは8スレッドで、並列化しますよということと、その次のマイナス NTS が4、これはマトリックスソルバーのマルチスレッティングに関して4スレッド使いますよ。で最後にマイナス N プロック DS ですね。これはシングルインプット形式の DDM の計算で4ドメイン使った計算を行いますよ。こういったものを示すものです。ちょっと複雑になってますけど、後ほどちょっとご紹介しますけど、メンタットの方からここらはボタンの操作だけで自動的にこういった実行用のコマンドを作ることができるようになっています。活用事例ですけれど、このマルチスレッティングの絵を描いて、一番2個の例題を作ってますけど、一つは、まあ、ディファレンシャルギアみたいなもので、まあ、そういう、ギアみたいなもの。2番目はこれ恐竜の形をしたものですけど、こちらの方はどちらかというとシェルで、モデル化されて、規模ちょっとちっちゃくって、なおかつマトリックスのサイズも小ぶりというようなものの代表例として、この2つの例を行っております。まず最初のディファレンシャルギアのものですけど、こちらは3次元のソリッド要素を使ってやってますんで、まあ、それなりにマトリックスソルバーの部分が計算時間がかかってますね。左の棒グラフのところで見ていただきますと、わかりますように、マトリックスの、マトリックスソルバーですね。ここで言いますと紫の部分ですね。ここの部分が、合成マトリックスを解くために、必要な時間。マルチスレッティングによる、並列の場合は、ここに、まあ、直接関係なく、合成マトリックスを解くところだけが速くなっていきますので、全体としてなかなかこういうふうに、マトリックスソルバーの部分がかなり大きな問題に関しては、並列化効率を急激に上げるということはなかなか難しい、もともと難しい問題ですね。まあ、この合成マトリックスを、解く部分の並列化に関しても、このケースでは、マムスソルバーを使ってまして、そのマムスソルバーの、並列化ということを、やってます。で、まあ、その結果として、右上の表みたいなところにありますけど、まあ、真ん中の4並列を見ますと、
スティフネスアセンブリーとストレスリカバリーですね。こちら両方とも、3.87 とか 3.83、4並列を使ってほぼ4に近いところまで来てますね。ただし、マトリックスソリューションに関しては、これもかなり、常に複雑な計算をしますので、そんなにはいかないという形で、4スレッドを使っても 2.42 倍ということで、まあ、この 2.42 のところが一番、足を引っ張って4並列で 2.49 倍の並列。まあ、こういう、現実の問題で、まあ、接触とかいろんなものが入っている段階で4並列で、まあ、2.5 倍ぐらいの高速化ができているというのは、まあ、十分かなというふうに、思われます。まあ、ただしこの場合の8並列になっても全然伸びてないというところは、やはりどうしても、マトリックスソリューションの部分の、高速化、これがなかなか難しくなってくるので、だいぶもうさちってきている。というような例ですね。次に、パーティスソルバーを使った例。これは先ほどのはマムスソルバーでしたけど、今度は、パーティスソルバーという形で、まあ同様に、4並列で 2.34、8並列で 2.89 というようなことで、まああの、きれいには言ってませんけど、まあ、ざっくり目安として4並列で2倍ちょっとは十分に効くんだな、ということを、感じてもらえればいいんじゃないかなと。次に、こちらは今度は先ほどの例とは違いまして、マトリックスソルバーの占める割合がもともと少ない。3次元と違いまして、シェル構造になると、マトリックスソルバーの占める割合がかなり減ってきます。まあ、シングルの計算を見ていただいて分かりますように、ざっくり3割ぐらいがマトリックスソルバー。こうなってきますと、並列化の、効き具合がもうちょっと良くなってきますね。で、特にこの場合は3ケース、マルチスレッドだけを、使用した場合の並列化、次、DDM だけでやった場合、で最後にマルチスレッドと DDM を併用した場合というような場合がありますね。で、一番下のマルチスレッドと DDM を、併用した場合で、4DDM と、8の、マルチスレッディングによるエレメントループの並列化ですね。まあ、この場合を見てみますと、4DDM で 4.41 倍。いうところで、ここはもともとマトリックスソルバーの部分が、そんなに、ウエイト、計算時間のウエイトがそんなに大きくないんで、それ以外のエレメントの方の高速化がかなり効いているというところで、4DDM プラス8スレッティングで 4.41 倍計測できていますね。その次の 8GDM と16エレメントループですね。16スレッディング。これは実はちょっと使ったマシンがかなり、もう、16コアぐらいのマシンを使ってますので、この辺に行くと、ちょっとそのマシン依存のものが出てきてしまいますので、性能がちょっとさちってしまってますね。別の、もう環境を使えばもうちょっといい数字も出せたんじゃないかなと思ってます。ということで、このマルチスレッディングの、機能のまとめですね、13.1 で入ってきてますけれど、まあ、一つは、マトリックスの、球体の部分ですね、ここの部分が非常に大きい問題においては、ここ、そのマトリックス球体の部分を、並列化で速くするというものに関しては、このマルチスレッドに関してはあんま関係ないんで、そこは別の方法で速くしなきゃいけない。まあ、その別の方法の一つとして DDM で速くするですとか、GPU で速くするとか、他の手が一応ありますけれど、なかなか、そう簡単にここがポンポンと速くはなりません。逆に言うと、シェル構造物みたいなもので、もともとマトリックスの球体部分がそんなに大きくないという問題においては、非常にいい並列の結果、並列性能を出せるというのが分かっております。
次に GPU を活用したマトリックトルバの、高速解放というところで、これは最も、並列を、並列の機能をふんだんに使った、例を今このチャートで書いてますけど、この場合は、各ドメインをドメイン分割しておいて、ドメイン分割をしている一つのドメインに対して一つの GPU を割り当てると。で、ドメイン合成マトリックスの、三角分解の部分を GPU で全部やらして高速化するというようなところもできるようになる。で、この GPU の性能がなんかうまく、性能出ないぞみたいな話を時々聞きますけど、それはGPU そのものっていうのは非常に並列の、演算子がその GPU の中にたくさん入っている。ですので、並列のロジックに合う、ものじゃないとなかなか、高速化できないと。で、特に、この GPU を使う場所は合成マトリックスのファクタライズですね。三角分解のところにのみ使ってますんで、他の部分は全く使ってません。で、ここにファクタライズの、まあ、計算量とか計算書いてますけど、ここに、A の ij という項を、三角分解するときの、処理ですけど、この A の ij に関連したベクトル、ここで言うと V1 ベクトル、V2 ベクトルと、二つのベクトルの内積を取って、それを元の値から引いてあげるというような処理をすることが、三角分解を行うということなんですね。そうしますと、GPU が聞く問題というのは、この V1 と V2 のベクトルのベクトル長が長くないと、もともと聞きませんよということで、これは、まあ、昔から言ってる言葉ですと、バンド幅が広いか狭いか。いうところで全てが決まってきます。最もバンド幅の広いタイプの、3次元のもうサイコロを重ねたような、構造物ですね。これが最も広くなりますけれど、80×80×80。これ GPU を使わずに、計算しますと、まずこのグラフですけど、上のグラフが、生の、計算時間で、下のグラフが相対的な倍率ですね。何倍速くなったか。で、バーが3つありますけど、青いバーがもともとその三角分解のみに純粋に使われた計算時間。で、赤いのがマトリックスソルバーに使われた計算時間。で、うぐいす色のものがトータルの計算時間。この3つの計算時間で見てます。で、見て、分かりのように、こういう三次元の構造、こういった構造の場合っていうのは、そうですね、8割ぐらいはほとんど、この三角分解に使う、計算だけで、トータルの計算時間が決まってきます。ですんで、シェル構造物なんかとは全然違う、計算量の分布になる。で、こういった問題ですと GPU をポンと使うだけでいきなりガーンと速くなりますね。三角分解だけのところを見ますと、シングルでやってるのが5600秒だとしますと、GPU を使うといきなり1200秒ぐらいにガーンと速くなる。5倍ぐらい速くなる。というのがわかりますね。で、2番目、その次の、80×80×80 の 4DDM の NoGPU ってありますけど、これは、DDM で、計算したと。ドメイン境界を、反復法で解くという形でやった。で、ドメイン境界を反復法で解く場合というのは、一個一個のドメイン、ドメインの合成マトリックスというのは、4分割してから最低でも4分の1になるわけですね。で、自由度が4分の1になると、計算量ってのは大体それの2乗とか3乗で聞いてきますので、16分の1とか、それ以下になります。で、そういった意味で、ここの、計算量ですね、が、GPU を使わなくてもかなり高速化されているのがわかると思います。で、最後のカラムですけど、
これは 4DDM を、に分解しておいて、各々のドメインに GPU を使った、4つ GPU を使った。こういった計算を、しますと、さらに、その3番目のカラムで、DDM で高速化されたものがさらにまた高速化されるという形で、マトリックスソルバーの部分だけを見ますと、この下のグラフの一番右のやつは70ぐらいのところを指してますね。青いバーは70ぐらいを超えてますんで、シングルで計算するのの70倍ぐらいの速度で三角分解が完了したということになるんですね。じゃあ GPU ってすごいなと思われるかもしれませんけど、ちょっと次のスライドですね。これは、同じ問題、類似の問題ですけれど、ほぼ二次元問題にしたと。まあ同じようなブリックですけど、これ 640×640×1 というような形で、完全にほぼ二次元の状態になっているんですね。こうなってくると、まず上のグラフの一番左の、カラム群を見ていただくと分かりますけれど、もともと三角分解に、必要な、計算量っていうのが、まあ、全体の3割、4割、このぐらいしかないわけですね。ですんで、この三角分解をゼロにしたって3、4割早くなるわけで、3、4割早くなるだけで、それ以上は早くならないですね。まあ、当然ゼロなんかありえませんので、こういった問題をやるときのトータル時間を見ていきますと、まず、一番、上のグラフの一番左の、このうぐいす色の、バーですね。これを見てみますと、GPU があるのとないのでは、まあ本当に、2割ぐらい早くなったかなという程度ですね。DDM で 4L でやりますと3番目のグループですけど、かなり早くなってます。で、4番目のグループですけども、ほとんど変化はないですね。というように、全体の計算時間、まあ、特に、当然、全体の計算時間が早くなるかというのが一番重要なところですけど、これに関しては、全く、必ず早くなるというふうにはやっぱ言い切れないですね。自分が解こうとするモデルのバンド幅の広がり方、これによって、マトリックスソルバー、特に三角分解を行うために、使う計算の、量が決まってきますので、それの依存性が非常に強いということですね。で、それらの関係を、まとめてこうやってプロットしてみましたけど、やはりバンド幅と、GPU による、加速率ですね。この関係ってこういう関係になってますね。これはちなみに三角分解のとこだけを、取ってますんで、全体の解析時間になるともうちょっとこれより悪くなりますけれど、まあ、こういう関係ですね。バンド幅で1200ぐらいないと2倍ぐらいの加速っていうのは難しいなということがわかると思います。次に、並列機能の活用のテクニック。これまで DDM の話、マルチスレッドによる、並列化の話、GPU による並列化の話。いろんな並列、3種類もあるんで、それに実際は今度、マトリックスソルバーの並列っていうのもありますね。4つぐらいの並列機能があるんで、じゃあこれをどうやって使っていくのっていうところで少し整理してみました。並列オプションの使用法ということで、これメンタットの画面ですけれど、これ新しいメンタットで、頑張ってやってます。私も最近は新しいメンタットを使ってますんで、クラシックしか使ってないっていう方は逆にちょっとあれと思われるかもしれませんけど、類似の、メニューは必ずどちらにもありますんで、ここではちょっと新しいメンタットの方で説明していきたいと思います。解析ジョブの、メニューの中の実行をしますと真ん中の解析ジョブの実行というメニューが出てきます。
で、この中で、並列化スラッシュ GPU というところのボタンをパンと押すと、一番右の、メニューが出てきて、ここで、いろんな並列を、指定していきます。で、まず、この、並列スラッシュ、並列化スラッシュ GPU のメニューですけれど、まず、ドメイン分割の形式。これ、マークで分割するのか、メンタツで分割するのか、というのを選べるようになっています。でマークで分割するという場合、まあ、これは、よく、言ってます。シングルインプットですね。入力データだけは、シングルなんですけど、マークの実行時に自動的に分割しますよ、というタイプですね。で、メンタットで分割というようなものも当然選べますけど、まあ、もともと、DDM の機能はここからスタートしてますけれど、メンタットで分割する場合には、メンタットの中でも、マークの入力データをバラバラに作ってあげるということができます。メンタットで分割して、マークの入力データを1本にするということもできますけれど、そういう、どっちで分割するかというやつをまず選ぶようになってますね、一番上の方で。で、ドメイン分割をする場合、そのマークで領域分割をするって言った場合に、じゃあどの手法で分割するのか、メティスベスト、メティス要素とかいろんなやり方がありますけど、こういったものでどの分割法で分割しますよというのを指定します。で、次に、ユーザーの領域分割。というところで、このメンタットで、分割するよってやつを選んだ場合ですね。この時に、メニューの、メンタットで分割するというメニューのすぐ下に、ユーザー領域分割というボタンがありますね。こいつを、入れてあげますと、左側の、メンタットの、メニュー画面の左側のやつがこう出てきまして、ここの中で、ユーザーが分割を、指定すると。で、まあ、その分割の手法に対して、こういった、いろんな手法があります。で、分割の、オプションですね。どういう、オプションを使って分割するよというやつを入れてあげて、で、最後に、分割ですね。何分割にしますよ。まあ、ここの例だと、8分割、にしてますけれど、8分割にするよという指定をして、メンタルの中で自動的に分割をかけてあげるというようなことを行います。で、次に、入力ファイルが単一なのか、複数なのか、また、ポストファイルを単一にするのか、複数にするのか。先ほど言いましたように、特に、メンタットで分割するといった場合には、入力データを複数の入力データにしたり、1本の入力データにする、両方選ぶことができます。で、ポストファイルに関しては常にバラバラに書くのか、一本にまとめたいと。巨大なもので一本にまとめちゃうと後処理がえらい大変というような場合には、一旦複数でボーンと出しておいて、複数で出すと、各ドメイン単位しか読めないというわけではないです。メンタットの方で、全体をコントロールする、ポストファイルとありますんで、その全体をコントロールするポストファイル、を読んでいただければ自動的に、各ドメインのポストファイルをざーっとギャザリングして、組み合わせて、表示してくれますので、あたかも1本のポストファイルを処理しているかのようなオペレーションはできますので、そこはご心配なら、次に、先ほど来出てました今回の、目玉の一つの、マルチスレッドのオプションですね。この右の、メニューの真ん中からにマルチスレッドというのが出てきますけど、ここで、スレッド数を、指定すると。で、ここは、総スレッド数とドメインあたりのスレッド数。その次に、マトリックスソルバーの、指定ですね。このマトリックスソルバーの指定、これ結構重要です。
まず、ソルバータイプで対称マトリックスを解くのか、非対称マトリックスを解くのかというのを指定します。で、次に、ソルバーのタイプ。まあ、これいっぱいできてまして、いっぱいあります。これでマルチフロントスパースとか、これソルバー8、8番のやつですね。今、デフォルトになってる。直接反復の混合とか、キャズイパラレル、あ、イテラティブですとか、パーディソンマムス。こういったものがダーッと並んで、この中から選びます。その、横に、オプション、として、ソルバーオプションを、選びます。で、その次の、DDM、オプションですね。この DDM、オプションの中で、前処理のタイプを、指定します。標準拡張、前処理なしと。これちょっと、次のページも一緒に、やらないとやりにくいんですけれど、このページで見てまして、DDM オプションの、前処理ですね。これここまで複雑、一番複雑になっているのは、ソルバー8の場合、のみです。ソルバー8が一番機能が豊富なんで、最も豊富な機能を使って今ご説明してますけれど、ソルバー8の場合は、ドメイン境界を反復で解くというような、こともできますし、また、ドメイン境界の反復解放を取らずに全体の合成マトリクスを作って解くということもできるようになっています。そこの切り替えがこの前処理のところに入ってまして、標準ですと、ドメイン境界を反復で解くと。で、拡張ですと、プリコンディショナーのタイプがちょっと違うだけで、やはり、ドメイン境界を反復で解く。で、最後のなしってのがありますけど、これはプリコンディショナーを使いません。イコール、これは直接法で全部解きます。一つの、プロセスに全部の合成マトリックスを持ってきて、それを直接法で解きます。ドメイン境界の反復はやりませんっていうのはこのなしですね。ですので、ここの、DDM オプションの前処理のタイプのところで、指定する必要があります。で、前処理レベル、自動、とレベル指定ってありますけど、これはまあ、中のロジックに絡むところで、あんまりここでは深くご説明しませんけど、普通、まあ、ディフォルトの自動で十分だと思います。あと、最大の反復回数ですとか、収束の判定値ですね。これをここで、指定するようになっています。ここがちょっと、複雑なところですね。で、次に GPU の仕様ですけれど、これはまあそんなに選ぶという意味では GPU を使うか使わないかという形で、使用というところに、選択するかしないかと。で、選択したときに、GPU を自動でアサインするっていうのと、ユーザー指定、GPU の何番のデバイスは、デバイスを使いますよというような形で指定することもできます。その次に、並列化の、環境ですね。一台のマシンでやってるのか、複数のノードが、つながっているような並列環境を使うのかで変わってきます。まあ、単純なのは一台のマシンなんですけれど、当然、ネットワークでつながった複数のノード、これを使った並列計算もできます。で、その場合の、ホストファイルというものを作る必要があります。これは、どのノードに、どのドメインの計算をやらせるかというのを指定する、ものですね。例が出てますけど、ノードの名前、ノード ID って入りますけど、ノードの名前と、そのノードに処理をさせるための、何ドメインの処理をさせるかという、数。その次に、どこのディレクトリーで作業をやらせるのか。最後に、マークのモデュールはどこのディレクトリーに入っているのを使うのかという、この4つの情報を入れるようになっています。この例では、まず、2つのノードを使って、
APTKOENG の33というノードに、2つのドメインの計算をやらして、ワーキングはその次のスラホームの下のっていうところ で、モジュールはスラ MSC の下にあるこのモジュールを使います。でその次に、34というノードを使って、またそいつに2ドメインの計算をやらしてというような形で、ダーッとここに記述しておくと、それの記述された通りのノードを使って計算をしてくれます。で、ごちゃごちゃしてますが、これ最後になりますけど、入力ファイルのコピー、ポストファイルのコピー、これマルチノードでやるときに、入力ファイルを自動的にシェルが全部ダーンとその必要なノードにコピーしてくれて、そこから計算を始めると。で、その後、計算が終わると、結果のポストファイルだけはガーッと、カレントディレクトリに全部持ってきてくれるというような指示をするというのが、ここの一番下の、選択肢ですね。はい、かなり複雑でしたけど、今の形で、指定することができます。今お見せしてますのは複雑な、これステントの接触解析の例ですけど、重要なのは、アウトプットの一番最後に出てきますタイミングインフォメーションというのがあります。ここの中に、どこの、計算にどのぐらいの計算時間が使われたのかという情報がドワーンと出てきます。で、これを分析して、どういうタイプの並列化が最も効率がいいんだと。で、この例ですと、そうですね。シリアルのやつが、スティフネスアセンブリーとストレスリカバリー。特にスティフネスアセンブリーが577秒になっている。で、これは多分、DDM でやるのもいいんですけれど、マルチスレッドでやった場合でも十分にいい答えが出せるんじゃないかな。高い並列化効率が得られるんじゃないか。こういったものはシングルで流してざーっと、これ何も、一晩流す必要はなくて、2、3インクリメントで止めて、それでざーっと見てあげて、あ、だいたいこういうバランスだなってやつを、ここのタイミングインフォメーションとかから読み取って、そこから並列化の、戦略を考えるようなことをやります。で、次に紹介するのは、これマルチノードにした時の、効率の話なんですけれど、今、お見せしているのは、同じ、8並列を、やってやつでも、1つのノードで全部8をやっちゃう場合と、2つのノードに分けて8をやると。で、最後にこれは3つ目は4つのノードで8をやると。面白いことに、この1つのノードで8をやった時の、並列化の倍率が 4.99 と。同じデータだけどノードをポンと分けた瞬間に 4.99 が 7.08 に上がってる。でこれは、そんだけ、メモリアクセスのチャンネル数で、ある程度、チャンネル数がボトルネックに、なってたわけですね。1つのノードで8並列をやったときには、メモリアクセスのチャンネルが足りないと。で、ノードをポンと分けると、1つのノードでは4並列しか動いてないんで、そのときには、メモリアクセスのチャンネルが足りて、急激に並列化の効率が 4.99 から 7.08 に上がっているということで、ここらの性能、ピーク性能を考えたときというのは、どうしてもハードウェアのアーキテクチャ、どういう転送なのかとか、いろんなものを考えながらチューニングしていくということが必要だと。まあ、バカジョンでもある程度できますけれど、本当のピーク性能を狙えば、もうちょい、いろいろ考えると、もうちょっと高速計算できる可能性もありますよ、ということですね。あとは、混合型でやるのか、直接法でやるのかっていうのは、すんごくでかくなった場合というのは、やはり混合型でなんとか解けないのかな。要するに、ドメイン境界を反復で解くということのメリットってかなりありますので、そちらでいけないかなというトライをされるってことは非常に重要なことだと思います。直接法で全部やるっていう話になると、合成マトリックス、全部の合成マトリックスを一旦一つのプロセスが全部受け持つって形になりますので、そこでどうしても、
ボトルネックが出てしまいます。これ最後に、微細構造をモデル化した大型、大規模のボクセル解析の ALS 系。デジマットの FE と、強化繊維とかいうのの配置なんかを全部計算できるような、モデリングの機能を持ったものですね。FRP の繊維のどっちの方向を向いてて、どういった形状のものが配置されますよ。それに応じた、CAD 形状を作ってくれます。一見、良さそうなんですけど、ちょっとここも、ネックがありまして、繊維含有率がだんだん上がってきたとき、まあ、例えば 30% とかなり繊維が混んでますんで、普通にメッシュを切ろうとしても、今度メッシュが切れなくなっちゃうという問題が出てきます。だそういったことを解決しようとして作ったのが、ボクセルのシステムで、全体のデータをとにかく並列計算で、計算していく。これはもう数百万、数千万、数億になっても計算ができるようにということを想定してまして、このようにサイコロ上の、ドメインのデータをシステムが自動的に作るというようなことをやっています。そこに、デジマットの FE で作った、繊維配合のデータを全部読み込んできて、それのスライス断面データをバーッと割り当てるというようなことをやってくれる。そうすると、こういう複雑な、配合を持った、これは樹脂とカーボンの、カーボンが、中に入っているというような例ですけど、こういったものの解析。で、これは、パーコレーション現象を示した絵ですけど、実際の、マークの入力データ、こんなイメージ。島みたいにいっぱい出てますけど、この島みたいなところが、カーボンですね。それ以外は樹脂。で、これはジュール、ヒーティングの機能を使ってやってますんで、この材料の電気伝導率はどのぐらいなのかというのを求めるというような解析ですね。で、右上の絵は、これは電圧のコンタークですけど、右、X イコール0の面を0ボルトにして、反対側の端っこを100ボルトに固定してあげますと、左下のように電流がこのように流れてますよと。で、ここでお見せしているのは電流密度の統治局面です。で、まあ、中に伝導率の高いカーボンが含まれています。で、これに、この解析で、最終的にこの材料の平均的な、電気伝導率は 9.3 の10のマイナス50ジーメンスパーメーターというような電気伝導率を持つ材料になってますというようなものを、示した。で、この時の、並列化効率ですけれど、このシステムそのものはデータを作るときも全部パラレルでできるようになってますので、16並列を使った計算ですけど、データ作るのも非常に高速に作れます。で、当然、有限予想解析に関してもかなり高速にできます。はい、まとめになりますけれど、このマークの DDM ね、これもそれこそ、20年ぐらい前から開発をずっと進めてきてます。で、まあ、重要なマークの、解析ですね。断層性接触ゴムとか、こういったものの解析は全部 DDM で、対応することができるようになっています。あと、2013.1 から導入しました OpenMP によるマルチスレッドの並列計算ですね。要素合成マトリックスの計算ですとか、応力計算の部分で、ここを全部並列化すると。で、特に3次元のバルキーな構造物の場合に効果を発揮する GPU を活用した高速解放ですね。あと、大規模のボクセル解析ですね。最後にお見せしましたけど、先ほどお見せしたのは、400万ジュールぐらいの計算ですけど、あのぐらいの計算でも本当に2、3分で計算が終わります。ということで、こういういろんなタイプの並列化技術ですね。これを駆使して、
なるべく現実の大規模な問題を高速に解けるようにというような形で HPC の開発を進めております。はい、今日はどうもご清聴ありがとうございました。